ほんでね、うちの父方はね、そうでもないけどね、母方って言っても平家じゃなくてね、その、浅田部落の方のね、方のその母方はね、要するにマリコ・ジュセラの本当の母の方のね、平家は代理母やからね、その、母方の方はね、もうずーっと昔からその、薬草を触ってきた家系やからね、浅田一族ね、麻生太郎も含む浅田一族ね、母方の方で近いねんで、まあ、父方の方も近いけどな、麻生太郎はな。母方の方はマジおじさんやで。おじどう言ったら、うちの受精卵自体は戦前にできてるからね。麻生太郎はね、実は、うちの弟って言うべきなんかもしれないけど。な、難しいやろ。どういう風に言ったらいいか。な、一応おじって言ってるね。な。で、まあ、それはまあ置いといて、その、まあ、薬草を触ってた家系っていうのは古代からな。うん、交代できてんねん。交代できてたら聞かへんやん。聞かへんか、独立として。耐性がね、耐久性がタイムみたいにする。なんだ、もったいねえんだよな、じゃないやろが。アホかもやろ。ほら、ほんまやな。何がタイムに対して耐久性がある、交代ができてるからもったいないや。吸いすぎたんやろとかそうなんちゃう。コツコツとそのな、来ないからな。うちの自治族はな、そう薬草触ってきたからやんか。だからって聞かないことはないよ。それは多分な。戦後触ってないで、うちは。うちは、うちのおつ事件に生まれてるからな。触りようがないやん。医療関係やし。あ、わからんかな。西洋医薬関係やしな。どう言ったらいいやろな。もう漢方薬系じゃないね。今のおつ事件は。実は。ね。岡川家の。陛下のね。で、岡川家はね、その江戸時代からもうマジずっと医者やったわけ。もう海部に、ね、降りてきてからね。で、まあ、お辻の分家である海部が岡川の世話を始めて、で観音浦のね、土佐の方の観音浦のその明神と縁付けてからはね、もうずっと医者やったから、岡川家は海部でね、阿波のね、触ってたかもしれんね。岡川の方はね。あ、きっと触ってるでしょ。普通触るもん。江戸時代の漢方薬にしよう。なぜで。だからまあいいとして。だからそういう家系をね、耐久性がありますよ。坂本一族もあると思うよ。あの、有名なね。あの、小里編のね、坂本一族って言ってるでしょ。漢方薬の世界に。ね。で、余裕ってことなんだけどね、その耐久性はあるでしょう、ね。ね、それもったいないわけじゃないよ。君らみたいにラリランと思うし。な。ねえ。じゃあ、今から耐久性つけさせられたコツコツつけなあかんねん。一台で使えへん。大麻常習者みたいな使い方してたら使えへん、逆に。例えば、あんたもちょっと、なんちゅうたかな、甘こぐされたり、甘ちゃんぐされたり、いろんな言い方あるけど、甘てらすくさ。っていう言い方のが、魔女の世界、マンバの世界で一般的だったら、タイマーなんて言い方せんかったから。甘ちゃんぐさとか、甘てらすくさとかね。狼ぐさとかね。甘こぐさとか呼んでて。で、ちょっとカチッて、かじってき、指先でいて、あんたはもう、それだけでいいわ、って。で、娘がカチッて。やってきたらカチッてって、爪でカチッと。汁ちょっと出るやろって。それでいいからって、あんたはって。そんな風に、歴代歴代コツコツ体勢つけてきてんねん。それぐらい危ないって知ってたの。ずっと。当たり前やんけ、薬草について。危なくさ知らんで、どうすんの。それでつけてきてんねん、体勢を。だから今さら君ら、一代では無理。そういう体勢は。な？だからうちら、ヤマンバが信用されてんで。そうやってコツコツ体勢つけてきてるからやんか。で、その、ラリルメリットないやん、山ん中で。何も楽しないで、そんな。言っとくけど。君らは、都市生活で終わってるから、そんな楽しそうに思えるだけで。
な、わざわざそんなんしてんの？山の中でずっとおった。山の中が楽しくて、すでに山の中ってトランス、林の中って、もともとトランス状態です。わざわざそんな、タイマーなんかでディフォルメせんでも。ディフォルメの楽しさなんかな、すぐなくなるから情けないし。な？で、今の人口密度考えろよ。もう絶対監禁やで。医療大麻であれ。人口密度違いすぎるやろ。うちのエピソードの時代とは。うちの医療エピソードの時代とは。ますます不利やねんで。大麻常習者にも、大麻常習者しか、大麻水にとってはな。ママコ水にとってはな。ママコ水って言ってたよ。甘子水のママコ水って言ったかな。で、わがままやし、コ水って言うのは言ってんね。